はい、今日は、講義16回目ですけど、これは2学期の一番最初の授業になります。セミナー50ページ、この範囲をまたやっておいてください。今日は教科書108ページ、原子量ということなんですけどね。これ原子量というのはちょっとここからね、モルとか出てきて難しいんですけどね。モルは1年間で、モルばっかりやる学校もあるんですけどね。質量数12の炭素原子の質量12と決めました。これはね、H1 って書いてあるな、これ。1点は重たい、質量数、まあやりますよね。質量数12の炭素と。H、この質量はね、1.6735×10⁻¹24 g。これものすごく小さいですね、これ。水素。10⁻¹24 g。炭素もね、10⁻¹24 g。これはある方法で、まあ、測定しましょう。ね。こんな小さい値で、ね、使うの不便ですよね。不便なのでね、炭素12、質量数炭素、質量数12の炭素1個の質量は 19.926 やねんけど、これをね、12で決めたんですよ。12で。な。これ12。やっぱり整数にすると、扱いやすいね、12ぐらい。12にするとね、この 19.926、もうこの10⁻¹24 はこれ無視点の。な。にして、19.926 という重さのやつを12と決めました。一番軽い水素である 1.6735 というね、水素の重さを何個になりますかって X 計算するとね、X は 1.0078 なんです。1.0078 だけど、だいたい今1と。1という値をよく使うんですけど、この教科書のね、周期表のところには 1.008 って載ってますけどね。水素の重さは1と。これ相対値です。水素。炭素の重さは12としたら、この H の重さは大体1になると。で原子量というのはね、同位体が存在するので、その相対質量は各同位体の相対質量と存在から求めると。存在してこれできますよね、これ。ね。各同位体、これはどういうことか、存在っていうのね。これ C12 っていうやつ、これは重さが12と決めてね、勝手に。C13 っていうやつはね、これは 13.003 なんだけどな。これは13にならないっていうのは、これ中性子と陽子の重さが違うからな。こっちは陽子が6個、中性子が6個やけど、陽子が6個、中性子が7。ちょっと違うんです。だけどほとんどね、98.93% がこの C12 というやつな。ちょっと重たい炭素が 1.07% になってますよ。で、炭素の原子量というのもね、言うても、この C の12だけやったら、もう12にしたらええねんけど、この重たいやつがちょっと含まれているので、これの平均的な値なんですね。出し方はね、12というやつが100分の 98.93% になります。13.003 という重さが 1.07% あるので、これパーセントで比率かけると 12.01。だから炭素の原子量はというのは、まあ、12をよく使うんですけど、より正確には 12.01 です。12.01 ね。これは教科書の問題のところなんですけど、CL35。35と質量数37、これ2種類あるんですね。この35というのは正確に重さを測定すると、まあ、この重さは 34.969 と。37というやつは 36.966 やけど、この軽いやつが 75.76% あるな。重たいやつが 24.24% あります。CL の原子量はって言ったら CL はもう、これを混じった状態なんで、このパーセントをかけて計算するね。34.969×100分の75.76。36.966×100分の24.24。35.45 と。CL はね、35.45 という値を使ったり、35.5 を使ったりします。まあ、35の割合が多いので、
35に近いレベルな。もしこれが、ね、50%、50% やったら36ぐらいになります。あのセンター試験でもこの H は 1.0 とか C は12、N は14、O は16、これは覚えなくていいんですよ。このセンター試験でもね、模試で一番最初にこう書いてくれたんで、F の重さは、原子量は19、カルシウムは40、アルミニウムは27を使って計算してくださいじゃないからな。この C はほんま 12.01 やから、12.01 でこう計算すると大変やから、まあ、もう12を使って計算しましょうということです。で分子量というのはね、分子の相対質量、原子量の 総和でいうんだな。これ原子量の総和、CO2、これ分子式というな。これは、分子式。分子式の場合はね、分子量っていう言葉ですね。これは C が1個、O が2つやから、C は12。O は16やな。16は2つあるので、これは足し算したら44と。CO2 の分子量は44や。ね。で、この CO32- とかね、この組成式の場合は式量って言うんですよ。これ、組成式。組成式の場合は、式量という形式です。ね。計算の仕方は全く違う。足し算します。これ C は12やな。O は16×3や。で、この 2- というのはこれ無視します。この 2- というのは、ね、電子が1800、2個多いな。電子の重さは陽子が中性子の1840分の1やから、もうコンマ電子の重さあるんだけど、1840分の1やから無視します。2- とかプラス4も無視。だからこれは CO3 を計算してください。60。CaCO3 の式量はというからね、これプラス4とマイナス4でできたやつは分子じゃないから、組成式は式量という名称でね、計算の仕方は全く一緒です。Ca は40。で、C が12で、O が16が3つで、これ100です。次、水酸化アルミニウムね、この式量はというと、アルミニウムは27やな。これ、カッコしてるのは、O が16で H が1やから、17の3倍にします。ね。で、51と27出したら、78か。Cu の式量って言ったら、これは 63.5 です。ね。そのまま。ね。そのまま。Cu もいっぱい繋がってるので、ね。Cu の無限大やけど、組成式っていうのは一番簡単な整数位から、Cu だけはないな。問1。ね。問1だけちょっとやりたくやりましょうか。NO3 の場合はね、N は14な。で、O は 16×3 で、これ計算すると、48やな。58、62か。H2SO4 の場合は 1×2 と、S は32やな。32。で、16の4倍で、これ計算すると64、96、98やな。問2はね、O2 これ酸素やな。CH4 はメタンです。O2 はの分子量は酸素の何倍ですかという問題です。O2 の分子量はメタンの分子量の何倍かと。それぞれ計算します。O2 は32。C は12で H は1やから16です。2倍やな。答え2倍と。